ックとかで何があるかなって、なんかギャグの中から一個、名前にしようかなと思って、鬼瓦、あるじゃないですか、はいはい、鬼瓦のその瓦の方とって、うん、名字が瓦ね。いやもうその場で考えろって言われてさ、ホストの人もすげえいるし10人ぐらい考えなきゃ、もう出さなきゃいけないプレッシャーもあって、なんかい、なんかちょっと聞くとかっこいいかもしれない、かっこいいでしょ、瓦、瓦、鬼の方じゃないの、鬼だと、じゃ鬼瓦だともう鬼瓦になっちゃう、じゃ鬼瓦だったらもう鬼瓦じゃんかね。いやそれは避けなかった、アパ、あ、そのね、安倍の兄、うん、波とかで、アパ、うん、いや、アパはダメだな。うん、トゥースも名前なんねえし、やっぱ鬼瓦だったの、うん。で、鬼のじゃねえ、瓦の方だなと思って。瓦。瓦、名字瓦でしょ。瓦いいじゃん。うん、じゃあ、名字瓦にします。って、うん、名前はって聞かれて、うん、名前どうしようかなって考えて、うん、ふとね、うん、もう本当に別に、プッて思いついたのが、はいはいはい、その、まあ、一応その、まあ、芸風というかさ、春日だからいろんなところにこう飛び込むみたいな、うん、この勢いがある感じが出したいなと、うん、猛烈っていう頭に、なったのよ、うん、猛烈っていう、ね、言葉が頭に浮かんで、うんうん、猛烈の猛っていう字を取って、うん、たけるたける、うん、瓦たける瓦たけるにしますって言ってそれなんでとか言われないの、なんでって聞かれて、今の説明して、て今猛烈っていうなんかその芸風、ね、出てきたんですよ、うん、で猛烈もうたけるです、いいじゃんってなっていいじゃん、あみんな今日からあの入った、タワラだけだだけでよろしくー待って、お願いしますって、じゃあもうタケルだから、うん、みたいになってさ、うん、で、いろいろこの振られて、じゃあタケルね、いろいろ教えるから、つって、うん、みたいな話で、うん、で、なんかその、なんかギャグとかね、うん、うん、どうなのつって、こういうのとかあるじゃんって、あーはいはい、言ってくれて、あーありますねって、ガス、ガスガスガスってやったら、うん、ケツボンってなれて、お前タケルだろつって春日じゃないだろって。わかりました。そこはもうちゃんとラインを引けと、うん。そうそう。うん、で、たけ、たけたけたけ、たけるとかやってさ、うん、みんなでバーって盛り上がって。いいじゃん。いいじゃん。たけるいいじゃん。たけるとかじゃないんだろ。うん。みんなでやろうよとか言って、もう15人ぐらいで、たけ、たけたけたけ、たけ。なんでそのホストグラブ。なんかすごくアットホームだというかね。うん、なんか結構この受け入れてくれてさ、でも河原たけるってさ、うん、まあいろいろ教わったんだけどさ。うん、そのお作法が結構あるのよ、うんうん、テーブル作る とかもね、うん、まず自分のなんかちょっとちっちゃめのグラスを持ってテーブルのにつくのよ、はいはい、どうも河原武ですよろしくお願いします、うん、ってこれだからてめえのグラスの自分の、なるほどね、自分もいただくグラスを持って、うん、まあ行って河原武ですっつって言って、うん、でまずなんかおタバコ吸いますか、うん、みたいなの聞いてさ、うん、で吸うって言ったら灰皿を取るときにこう絶対この片手で取っちゃいけないね、うん、手を添えない両手でこの取って、両手でこう両手っていうの決まりがある。そうそう。ほいで、まあ、お酒があるわけですよ。その、うん、氷のさ、アイスボックスさ。はい、アイスボックス。あと、グラスがあって、焼酎がね、ボトルの焼酎がテーブルについてるわけ、うん。で、こちらのお酒でいいですかって聞いてさ。うん、で、濃さを聞いて、普通だったら濃いめとか、うん。で、入れるんだけどさ、グラスの中に、うん。まずグラスの中に氷を入れるのよ。冷やすのよ。はい、はい、はい。グラスをね。うん、で、あれ、トングってねや。なんていうの？マドラーか。マドラー。かき混ぜます。かき混ぜマドラーで、その氷をかき混ぜるんだけど、うん、それが、絶対逆時計回りじゃなきゃダメなの。なんで？それは、うん、あなたとそのね、お客さんとの時間を、うん、こうずーっと永遠に過ごしたいからっていう。そんな、そんな意味伝わんのかな？それはダブルミーニング。お客さんにはつってもちろん伝えないけど、うん、そういう、だから時計回りにしちゃうと、うん、早く時間をこの、何？いや、すごい。そういうふうに思う人いない。ね、でも、うん、なんかそういうもんなんだろうな。そういうもんなの。時計を進めてるみたいな感じに、こうね、時回りだと。言われるかもしれないってことだろ。あんた、早く終わりたいの。そう、知ってるお客さんには、ね。なるかね。いや、知ってる人は多分なる。なるんだね。聞いたんですよ。なんで文化があるんだよ。そうそう。ね、これずっと一緒に過ごせるように、時計をこう逆回転させてるっていう。なるほど。意味合いがあるみたいな。うん、で、まあ、それ、教わってさ、やってさ。はいはい。で、シャンパンコールね。うん。シャンパンコールって知ってる？シャンパンが入ったらさ、うん、みんなでこう。すらテレビで見たことあるみたいな。そう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 。うん、盛り上がるやつ、うん。あれのやり方も聞いてさ、うん、シャンパンがまあ入るんですよ、うん。お客さん入れるじゃん。したら、まあ、なんつうの、そういう注文があったら、店中にこの、その店はよ、うん、その店のやり方だと、ダンスミュージックみたいなずんどこずんどこかかるのよ。あ、流れるの？そうそうそう、急に。ほ、うん、いで、まあ、MC 役のホストの人が、マイク持って、うん、今どこどこのお客さんから、はい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 、シャンパンがありましたみたいなことを言ったら、うわ、ん、いみたいな感じで、うん、その店中のホストが、自分も接客してるのをそっち、こう、ストップして、うん、シャンパンを入れてくれたテーブルに全員で集まる。だから店中のホストを独り占めできるわけですよ。あ、だからそんだけステータスにしてるんだ。うん、そうそうそう。して。だから変な話、それがね、うん、やっぱり他の人にも見せたいお客さんは、うん、
向こうの、だから違うテーブルでソングがあったら自分もやりたいから、うん、自分もその後コールをシャンパンに入れて。見せつけるんだ。そうそう、また競争する心をね、煽るわけ。やり合いみたいになったりする時もあるらしくて。うん、15人ぐらいがバーッと集まってさ、うん、やるんだけどさ、うん、その MC の人シャンパン入りました、うん、つって、ウェーってバーッと集まって、うん、そのみんな立ってるわけよね。うん、その椅子についてるホストさんは座ってるんだけど、うん、他のホスト集まってきたらまあ立ってんだけど、うん、こうテーブルに、そのお客さん、姫にね、うん、姫に向かってこう立ってるわけですよ。うん、で、入りましたーって言ったら、ウェーってなって、うん、で、その MC の人が、うん、喋るんだけど、うん、コールみたいな、相づちみたいなの全部入れるわけ、はいはいはい。立ってるそのホストが。はいはい、ね、ドンペリドンペリーってこう言ったら、うん、フィーバーフィーバーって言って、うん、手を、この右手をこの差し出す感じ、あ、差し出して、そうそう、うん、引っ込める。うん。ドンペリドンペリ、フィーバーフィーバー、ドンペリドンペリ、フィーバーフィーバーみたいな。うん。で、さあさあ、線が開きますよ、みたいになったら、うん、その、何、音が止まるのよ。線がね、うん、シャンパンが開きます。5、みんなで、5、4、3、2、1って、うん、音がピタッと鳴って、うん、ポンってこう。シャンパンが鳴る音が鳴って、で、わーって鳴ってさ、うん。ドンペリは音が違うとかね。音がすごーいとかこうやるんですよ。それを15分ぐらいかな。ドンペリを入れるってことはすごいことなんだってことやるわけね。っていうのは私も河原健もさ。誰なんだよ。銀ギラの光物みてえな色のスーツ着てさ。あ、光るやつね。光沢があるやつ。光沢がある。銀のスーツ。髪型は？髪型は今のこの、ね、何もやってないでしょ。何もやってないでしょ。七三じゃないの、ね。七三じゃないの。河原健七三じゃないの。七じゃないの。無造作や。無造作や。河原健。で、フィバーフィバーとかやってさ。一緒になって。そう。フィバーフィバー。音が違うちょちょってウス入れたりとかしながら、うんうんうん、まあまあ、お祭りみたいな感じだからさ。うん、その店全体が。で、まあ盛り上がってバーってなってさ。うん、で、まあ、接客もやったりとかいろいろしてたのよ。うん、で、ね。そのロケーションっていうのが、そのもちろんそのホストのことをやるっていうのももちろんそうなんだけど、うん、ね、そのホストの人たちが、実は、うん、格闘技もやってるのよ。すごいね。そう。だから言ったら、この間と同じロケーションですよ。地下格闘技の。はいはいはい。仲間になるっていうあれで、うん、でホストのあれをいろいろと仕事をしながら、うん、その格闘技もやって、ホストの、うん、格闘技の大会があるのね。ホストだけしか出ないの？そう。地下格闘技で。へぇー。ホスト同士が戦うの。え、じゃあそれをお客さんが見に来たりするわけ、ね、お客さん見に来たりだとか。うわー、すごいイベントだね、それ。すごいよ、試合とかも。うん。うん。もう、だからね、細身の、まあ、ホストですよ。ホストだから髪型もあんな、なんつうの、こんな。はいはいはい、ちょっと。ね、持ってる感じの男たちが、殴り合いをする大会が、あるのよ、うん。夜の店でホストやってて喧嘩強いってもう、超怖いね、うん。超怖いよ。うん。かっこよくて。うん。だそれもなんか、やっぱりそのね、自分の名前を挙げるためだったりだとか、人それぞれ違うんですよ。目的があるんだ。ホストっていうのはやっぱりちょっとなよっとしたね、うん、このおちゃらけたイメージあるじゃない、はいはい、それをやっぱり変えたいっていうね、なるほどなるほど、強い男だっていうのを見せたいっていう人もいれば、うん、まあいろいろ目的違うんだけど、うん、まあそれがあると、うん、でその店で結構いるんだよ選手が、うん、中にね、うん、で今度大会があるから春日も出ようよみたいな話になってさ、うんうん、このパターンかと戦うパターンかと、うん、まあまあでも前回ね本当にその本当にやばいやったからね。もう荒くれ者たちの中に入って、その立ち合いをしたから、ホストのね、まあ言ったら、その荒くれ者ではないじゃない。まあイメージね。ね、で、まあ線も細いし、シュッとしてるし、まあまあ大丈夫だろうと。この間よりは、ちょっとソフトなんじゃないかなという、うん。そうそうそう、いけるんじゃないかと思ってたのよ。でね、じゃあちょっと対戦相手が決まったから、うん、その対戦相手がいるジムに、ちょっと挨拶に行こう。って言って、で、ホスト仲間と一緒にさ、河原健がね、そのジムに行ったのよ、うん。で、対戦相手はこの人ですって言ったら、もう、なんつうのかな、武将髭で、もうガチガチのさ、岩みてえな体型で、ホストじゃないの？ホストじゃないのよ。がっちりタトゥーが入ってて、前回のそのね、その暴力大魔王みたいな、千葉の暴力大魔王みたいな人なのよ。はいはいはい、はい。相手が。ホスト同士じゃないのね。で、言ったの、うん。ホスト同士じゃないですかってね、聞いたら、その、春日とやっぱ体重が合わせなきゃいけないから、試合するから、うん。春日と体重を合わせると、ホストじゃなくなると。いや、ちょっと、もうちょっと待ってくださいよ。それ、そうなると、うん、もうホストと地下格闘技のつながりはないよね。うん、ないのよ。でも、うん、聞いたら、うん、中にはあるんだって、うん。そのホストの人の大会があるんだけど、それを主催している地下の格闘技団体があって、
って、はい、ホスト以外の選手もそこで参加してるわけですよ。はいはい。その中でのホストの大会があるってことだから。ああ。この選手もいて、うん、でなんかホストの中にはそのホスト以外の選手と戦う人もいるから。なるほどね。そんなに珍しいことではない。はいはいはい、そういうこと。とは言うのよ。うん、だけど私の中ではホストの人と戦うって頭だからさ、うん、どうすんだって話になって。そりゃそうだよな。でもうやんなきゃいけないって言ってさ、やったんですよ試合を。いきなり。いきなりだよ。うん。また練習もろくにやらずに、せずに。もうなんか倉庫みたいなところでさ、はいはいはい、やってさ、うん、もうお客さんもまた前回同様、うん、もうやからみたいな柄が悪いからもうそのエグザイルのね、うん、人みたいな。エグザイルさんですよ、ね、それはエグザイルさんなんか怖くはない。怖くはないけど、うん、なんか黒いジャージで、うん、で会場の前にはなんか黒い車いっぱい止まってるし、黒いんだ、黒い車いっぱい止まってるしさ、うん、もうわってなってんの会場。うわもうこのパターンだっつって言って、うん、またで、その時も、同じホスト仲間が4人ぐらい、まあ私で4人ぐらい試合をするのよ。うん、だから、店も休んでね、はい、みんなの応援に来るんだけどさ、うん、まあ、私の試合も最終試合ですよ。うん、ね、まあホストのね、うん、仲間セコンドについてさ、うん、入場していくわけよ、うん、リングコールがさ、うん、ね、続いては赤コーナー。うん、河原たけーるいやもうそこも、そこ別でいいじゃん。ね、いやそうなのよ、うん、もう別だよそれ。だってお前別にホスト同士で戦うわけでもないし。いやでもほらホストで行ってるからね。で試合の降板表見たらさ、スペシャルマッチその誰々と河原武尊って言ってる。VS 河原武尊だけで残ってんのホストが。もうお前を戦わせたい感がちょっとごめん匂いすぎるわ。そうなる結局、うんうん、でシャングリアかってさ、うん、シャングもう前回で一緒じゃんと全部河原武尊以外全部前回で一緒じゃねえかそれ。でシャングリアかって、うん、で河原武尊って言って私が出てくから、うん、会場がざわつくわけですよ。え何河原春日じゃねえのっつって河原武尊春日じゃねえ春日じゃねえあれ春日だよ だよねみたいになってああお前春日だろとか何やってんだお前とかもうやからだからなんだお前とか言われてるなんだ河原ってなんだお前声がわーっとヤジが飛ぶ中、うん、河原たけるがリングインしてさ、うんうんうん、まあやるんだけどさ、うん、まあまあ記者の結果はちょっと言えないんですけどね、うん、まあまた結構激しい戦いになったわけですよ。前回と同じぐらい激しかった。前回よりも激しいかもしれん。あ相手はあ、うん、時間もね前回よりも長いのよ、うんうん、前回さ前回のでもうちょいいけるって思われたんじゃないかもしれんね。うん、バチバチにさ、うん、バチバチにやり合ってやり合って、うん、でもねもう何回もこうやっぱり倒れもうやめようと、うん、もうわけですよ一体さ、うんうんうん、もうヤジもすごいのよ、うんうん、手出せはタケル手出せ河原タケル、うん、そこはタケルなんだ。春日じゃないんだね、うん、中には春日もいるの。春日お前手出せお前、うん、ぶるってんじゃねえぞおいとかいう声の中さ、うん、いやもうでも倒れたいんだけど仲間がもう15人ぐらいいるのよ、うん、ねこっちに関係ないけどねもうホスト仲間が、その状況がね、うん、でホスト仲間がさ、うん、おいタケル頑張れおいタケルの誰なんだよそれ言いながらさ、うん、やっぱりまださ河原タケルが体に入ってないからさちょっと誰だよって思うわけよ。お前だよそれに関してはごめんお前だよちょっと冷静な誰だよタケルってって格闘技もやってるのよ。すごいね。そうだから言ったらこの間と同じロケーションですよ。地下格闘技の、はいはいはい、仲間になるっていうあれ で、うん、でホストのあれをいろいろと仕事をしながら、うん、その格闘技やってホストの、うん格闘技の大会があるのね。ホストだけしか出ないの。そう地下格闘技で。へーホスト同士が戦うの。えじゃあそれをお客さんが見に来たりするわけ、ね、お客さん見に来たりだ。うわーすごいイベントだねそれ。すごいよ試合とかも。もうだからね細身の、まあ、ホストですよ。ホストだから髪型もあんななんつうのこんな、はいはいはい、ちょっとね持ってる感じの男たちが殴り合いをする大会があるのよ、うんうん、夜の店でホストやってて喧嘩強いってもう超怖いね、うん、超怖いよ、うん、かっこよくて、うんうん、だそれもなんかやっぱりそのね自分の名前を挙げるためだったりだとか人それぞれ違うんですよ。目的があるんだ。ホストっていうのはやっぱりちょっとなよっとしたね、うん、このおちゃらけたイメージあるじゃない、はいはい、それをやっぱり変えたいっていうね。なるほどなるほど。強い男だっていうのを見せたいっていう人もいれば、うん、まあいろいろ目的違うんだけど、うん、まあそれがあると、うん、でその店で結構いるのよ選手が、うん、中にね、うん、で今度大会があるから春日も出ようよみたいな話に、うん、なってさ、うん、このパターンかと戦うパターンかと、うん、まあまあでも前回ね本当にその本当にやばいやったからね、もう荒くれ者たちの中に入ってその立ち合いをしたからホストのね、まあ、言ったら、うん、その荒くれ者ではないじゃない、うん、まあイメージ ね、うん、でまあ線も細いしシュッとそう何音が止まるのよ
線がね、シャンパンが開きます。5、みんなで、5、4、3、2、1ってる音がピタッと鳴って、うん、ポンってこう、シャンパンが鳴る音が鳴って、で、わーってなってさ、うん、ドンピリは音が違うとかね、音がすごーいとかこうやるんですよ。それを15分ぐらいかな。ドンピリを入れるってことはすごいことなんだってことをやるわけね。っていうのは私も河原健もさ、誰なんだよ。銀ギラの、光物みてえな色のスーツ着てさ。ああ、光るやつね。光沢があるやつ。光沢がある、うん。銀のスーツ。髪型は髪型は今のこの、ね、何もやってないでしょ。何もやってないでしょ。七三じゃないの、ね。七三じゃないの。河原武七三じゃないの。七じゃないの。無造作や。無造作や。河原武。河原武。フィバーフィバーとかやってさ。一緒になって。そう。フィバーフィバー。音が違うちょっとグース入れたりとかしながら、うんうんうん、まあまあ、お祭りみたいな感じだからさ。うん、その店全体が。で、まあ盛り上がってバーってなってさ。うん、で、まあ、接客もやったりとかいろいろしてたのよ。で、ね。そのロケーションっていうのが、そのもちろんそのホストのことをやるっていうのももちろんそうなんだけど、うん、ね、そのホストの人たちが、実は、うん、格闘技もやってるのよ。すごいね。そう。だから言ったら、この間と同じロケーションですよ。地下格闘技の。はいはいはい。仲間になるっていうあれで、うん、でホストのあれをいろいろと仕事をしながら、うん、その格闘技もやって、ホストの、うん、格闘技の大会があるのね。ホストだけしか出ないの？そう。地下格闘技で。ホスト同士が戦うの。え、じゃあそれをお客さん。19人だからずんどこずんどこかかるのよ。あ、流れるの？そうそうそう、うん、急に。うん。ほいで、まあ、MC 役のホストの人が、マイク持って、うん、今どこどこのお客さんから、シャンパンがありましたみたいなことを言ったら、うわ、ん、いみたいな感じで、うん、その店中のホストが、自分も接客してるのをそっち、こう、ストップして、シャンパンを入れてくれたテーブルに全員で集まる。だから店中のホストを独り占めできるわけですよ。あ、だからそんだけステータスにしてるんだ。そうそうそう。して。だから変な話、それがね、やっぱり他の人にも見せたいお客さんは、向こうの、だから違うテーブルでそのことがあったら自分もやりたいから、自分もその後コールをシャンパン入れて。見せつけるんだ。そうそう。また競争する心をね、煽るわけ。やり合いみたいになったりするときもあるらしくて。15人ぐらいがバーッと集まってさ、やるんだけどさ。その MC の人、シャンパン入りましたつって、うえーってバーって集まって、そのみんな立ってるわけよね。その椅子についてるホストさんは座ってるんだけど、他のホスト集まってきたらまあ立ってんだり、こうテーブルに、そのお客さん、姫にね、姫に向かってこう立ってるわけですよ。で、入りましたって言ったら、うえーってなって、で、その MC の人が、喋るんだけど、コールみたいな、相づちみたいなの全部入れるわけ。立ってるそのホストが。ドンペリドンペリってこう言ったら、フィーバーフィーバーって言って、手を、この右手をこの差し出す感じ、差し出して、お客様に、そうそう、引っ込める。ドンペリドンペリ、フィーバーフィーバー、ドンペリドンペリ、フィーバーフィーバーみたいな。で、さあさあ、線が開きますよ、みたいになったら、その、何、音が止まるのよ。線がね、シャンパンが開きます。5、みんなで、5、4、3、2、1ってる音がピタッと待ってるけど、それを主催している地下の格闘技団体があって、はい、ホスト以外の選手もそこで参加してるわけですよ。はいはい。その中でのホストの大会があるってことだから。ああ。ここの選手もいて、でな、ホストの中には、そのホスト以外の選手と戦う人もいるから、なるほどね。そんなに珍しいことではない。はいはいはい、そういうこと。とは言うのよ。だけど私の中では、ホストの人と戦うって頭だからさ、どうすんだって話になって。そりゃそうだよな。で、もうやんなきゃいけないって言ってさ、やったんですよ、試合を。いきなり。いきなりだよ。また練習もろくにやらずに、せずに、もうなんか倉庫みたいなところでさ、はいはいはい、やってさ、もうお客さんもまた前回同様、やからみたいな。柄が悪いからか。柄もそのエグザイルのね、人みたいな。エグザイルさんですよ、それは。エグザイルさんなんか怖くはない。怖くはないけど、なんか黒いジャージで、で、会場の前にはなんか黒い車いっぱい止まってるし。黒いんだ。黒い車いっぱい止まってるしさ、もうわーってなってんの、会場。うわ、もうこのパターンだっつって言って、また。で、その時も、同じホスト仲間が4人ぐらい、まあ私で4人ぐらい試合をするのよ。だから、店も休んでね、はい、みんなの応援に来るんだけどさ、私の試合の最終試合ですよ。ね、まあホストのね、仲間セコンドについてさ、入場していくわけよ。リングコールがさ、ね、続いては赤コーナー。河原健いやもうそこも、そこ別でいいじゃん。ね、いやそうなのよ、もう別だよそれ。だってお前別にホスト同士で戦うわけでもないし。いやでもほらホストで行ってるから、お客さん見に来たりするわけ、ね、お客さん見に来たりだとか。うわーすごいイベントだねそれ。すごいよ試合とかも。もうだからね、細身の、まあ、ホストですよ。ホストだから髪型もあんな、なんつうのこんな、はいはいはい、ちょっとね持ってる感じの男たちが殴り合いをする大会が、はあ、
あるのよ。夜の店でホストやってて喧嘩強いっても、うん、超怖いね。超怖いよ。うん、かっこよくて。うん、だそれもなんかやっぱりそのね、自分の名前を挙げるためだったりだとか、人それぞれ違うんですよ。目的があるんだ。ホストっていうのはやっぱりちょっとなよっとしたね、うん、このおちゃらけたイメージあるじゃない、はいはい。それをやっぱり変えたいっていうね。なるほどなるほど。強い男だっていうのを見せたいっていう人もいれば、うん、まあいろいろ目的違うんだけど、うん、まあそれがあると、うん。で、その店で結構いるのよ、選手が、うん、中にね、うん。で、今度大会があるから、春日も出ようよみたいな話になってさ、うんうん、このパターンかと戦うパターンかと、うん、まあまあでも前回ね本当にその本当にやばいやったからね、もう荒くれ者たちの中に入ってその立ち合いをしたからホストのね、まあ、言ったらその荒くれ者ではないじゃない、うんうん、まあイメージ ね、うん、でまあ線も細いしシュッとしてるし、うんうん、まあまあ大丈夫だろうとこの間よりはちょっとソフトなんじゃないかなという、うん、そういけるんじゃないかと思ってたのよ、うん、でねじゃあちょっとあの対戦相手が決まったから、うん、その対戦相手がいるジムにちょっと挨拶に行こうって言って、うんはいはいはい、でホスト仲間と一緒にさ、うん、あの河原たけるがね、うん、そのジムに行ったのよ、うん、で対戦相手はこの人ですって言ったら、うんうんもう、なんつうのかな、うん、あって、うん、で、ホスト仲間と一緒にさ、うん、あの、河原たけるがね、うん、その、ジムに行ったのよ、うん。で、対戦相手はこの人ですって言ったら、うん、もう、なんつうのかな、うん、武将髭で、うん、もう、ガチガチのさ、岩みてえな体型で、うんうん。ホストじゃないの？うん、ホストじゃないのよ。がっちりタトゥーが入ってて、うん、前回のその、ね、その、暴力大魔王みたいな、うん、千葉の暴力大魔王みたいな人なのよ。はいはいはい、はい、相手がホスト同士じゃないんだね。そうで言ったの、うん、ホスト同士じゃないですかってね、うん、聞いたらその春日とやっぱ体重が合わせなきゃいけないから、うん、試合するから、うん、春日と体重を合わせるとホストじゃなくなると。いやちょっと、ま、もうちょっと待ってくださいよ、うん、それそうなると、うん、もうホストと地下格闘技のつながりはないよね、うん、ないのよでも、うん、聞いたら、うん、中にはあるんだって、うん、そのホストの人の大会があるんだけどそれを主催している地下の格闘技団体があって、はい、ホスト以外の選手もそこで参加してるわけですよ、はいはい、その中でのホストの大会があるってことだからあここの選手もいて、うん、でなホストの中にはそのホスト以外の選手と戦う人もいるからなるほど、ね、そんなに珍しいことではないあ、はいはい、そういうこととは言うのよ、うん、だけど私の中ではホストの人と戦って頭だからさ、うん、どうすんだって話になってそりゃそうだよなでもうやんなきゃいけないって言ってさやったんですよ試合をいきなりいきなりだよ、うん、また練習もろくにやらずにせずに、うん、せずにもうなんか倉庫みたいなところでさ、はいはいはい、やってさ、うん、もうお客さんもまた前回同様、うん